私の素、もう完全なる素を出し切ってお話ししたいと思います。3、2、1。はい。はい。というわけで。まあ、お気づきの方もね、いらっしゃると思うんですけれども、地声が低くなっておりまして、こちらでね、少しお話をしたいと思います。配信前、配信じゃなかったら、それなりに喋れてたの、みんなでね。いりきちゃんみたいなこととかもやりつつ、なんかみんなでお買い物行ったりとか、みこと様とまず二人でお買い物とかも言ったし、まあ最初の方緊張してたけど、なんか結構話しかけてくれるから緊張解けたけど、なんかやっぱり、こう配信になったらめちゃめちゃ緊張しちゃって、で、なんかみんなやっぱり配信モードになるし、配信モードっていうか、なんかこう、めっちゃ喋るじゃん。で、なんかいて。私やっぱり喋れないし、本当にめちゃめちゃ劣等感感じて、なんかもう、本当に、なんかしかも、なんかあの企画、いや、レジるつもりはない。レジるつもりはないんだけど、きつくないあれ。いや、マジ。いや、言ったけどね。運営さんにも言ったけど、マジで。あの企画やばかったって。無理でしょ、あんなの。頭悪いし。しかも私、その、なんかめちゃめちゃ喋れると思われてるけど、なんかあの、無茶ぶりだったりとか、そう、ああいう考える企画とか、本当にダメで、頭悪いから。語彙力もないし、全然喋れないし、なんか、そう、力一さんにめっちゃいい振りとかもらったり、みごと様とかもね、めっちゃいい振りくれたのに、全部殺してるし、やっぱ本当に最悪だった、マジで。本当にマジガチ萎えしてて、終わった後とかマジで私もめちゃめちゃぶっ倒れてたもん。まあでも面白かったってまあ言ってくれる方もいてありがたいけど、やっぱり自分ではなんかこう納得できてないから、うん、おびっくりした、こんな感じかなーって。おコラボやるの怖いもん、本当に。怖いし、できないし、っていうとこだよね。怖えよ、ほんと。怖え。いや、でも1万人見てる前でなんかすごいこういうのやるの嫌なんだけど、じゃあ本当に怖くて、マジで。マジで怖いんだよね。キャーとか言われてんだけど。あのね、なんだろう、こう、めちゃめちゃいろんな人に見ていただいて、なんか、こう、登録者数とかも伸びて、今もたくさんの方が見てくれてて、でも、なんか自分に、なんか、その、なんか数字が見合ってないから、やっぱり、なんかどうしても怖いし、っていうね。いや、怖いよ。怖かった。今日の配信の最初もめちゃめちゃ怖かった。っていう感じ。思ったより弱いし、思ったより小心者なんです、私は本当に。なんかみんなが過大評価するほど大した人間じゃないし。なんか、昔から、歴史上の人物になるのが夢で、年表だっけ、あるじゃん、年表じゃないな、あの歴史のあのなんかあれ巻物みたいなやつ、年表かな、あれなんかあんじゃん、あの何年〇〇が何とか今度かしたみたいなさ、あれに乗るのが夢でさ、あれに乗りたくて、何したら乗れるんだろうずっと思ってて、なんか最近はなんかあれじゃない、なんかお札のなんか人が変わったみたいな、変わるんでしょ確か、いいなーと思って、年表で合ってた？オッケー。そう。あれにね、乗りたいし、なんか、お札になりたいんだよね、私。一万円札になって、なんか世界中の人物に崇め立て祀られたい。っていうのは割とずっと夢。かな。歴史上の人物になりたい。歴史に名を刻みたいって思ってた。おとぎ原が数十年後お札になるって、まあまあ、でもなりたいな。
そうだ、かざちゃん好きですっていうのは面接の時からずっと言ってたし、なんなら一次審査を受かった時点でも言ってた。あのツアー面接の時もね言ってた。めちゃめちゃかざちゃんが、ラララララ、間違えた、かざちゃんがすごい好きでみたいな、なんか本当メンタル的に本当にやばかった時に、かざちゃん、かざちゃんって言いにくくない、かざちゃんの配信をこう泣きながら見て、ママってやるくらいには本当に好きでみたいなことをずっと言ってた。そう、そう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 、本当好きなんですよみたいな。で、3時の面接の時も言ってた。好きなライバーさんとかいますみたいな。2時3時で好きなライバーさんとかいますかって言われた時に、本当にかざちゃんが好きでみたいな。ロリ組がもちろん好きなんですけど、まあ、特にほんとカサちゃんがめちゃくちゃ好きで、みたいな話はめちゃめちゃした。ガチャーン、ドルルルチンチンチン、デデ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 デというわけで、こんばんは、おとぎばらえらです。7万人、ありがとうございます。うわーい、ありがとう。G-I-B-A-R-A-A、ギバラ !G-I-B-A-R-A-A、ギバラ 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 !10 万!ギバラ!ギバラ!あ、待って、ギバラ!ギバラ!高収入!ギーバラ、ギーバラ、ギーバラ、赤スパ、ギーバラ、ギーバラは銀盾だ!やったー!祝え、お前ら!祝え、祝え、祝え!祝え!ディディーン。誕生日はない。いや、あるよ、うん、いや今やってるもん、昨日もやったし。だからその誕生日を取り戻すために、はい、我々と勝負してもらうっていう風にやろうと思った。どれや知らんかった。そう、うん、それは水、水、うん、おめでとうございます。ね、うわハッピーバースデー、ハッピーバースデー、こっちエラじゃなくてめちゃくちゃ笑めないで伝えてたけど私に直撃したんだけど、ハッピーバースデー、私ハッピーバースデー、びっくりした、うっせやっぱびっくりした、はぁ、はぁ、びっくり、いや、待って、今紹介したところ、何体目ちゃんとしたの終わりますた、私帰らないとちょっとベタだな、うん、というわけでありがとうございました。おつえらー、バイバーイ、今日いっぱいありがとう。
んだろう、何が言いたかったかはよくわからんけど、まあ、ここまで成長しましたよ、みたいな感じです。あ、登れ登れ。たくさんの方に愛されて、印象をもらって、なんだろう。なんだ、一山越えて、大人になりましたよ、みたいな。大人にはなってないな。諦めろ。ひどっ、大人になるよ。次は 3D な。3D か。あ、ゆいかちゃん 3D になるね。あれめっちゃ楽しみ。いやでも 3D になるとさ、やっぱこうやってさ、今だって私今手振ってるんだけど、手振ってるの伝わんないじゃん。でもさ、3D になったら伝わるわけでしょ。私のうるさい動きがさ、伝わるわけじゃないですか。それっていいなって思うよね。やっぱ。なんか、私が、こう、うるさいって言われる、こう、なんだろう、理由みたいなものを、こう、体全体でね、表現できるように、表現というか、まあ、証明できるようになると思いますわ。また泣くでしょ、君たち。3D になったら。なんか、当時何話してたっけな、魔法峠出た時何の話してたっけ、全然、とか、初めてのコラボだっけ？そう、初めてのコラボ、ってか、初めてのコラボでさ、そもそも、なんか公式って、やべえだろ、普通に考えて。やべえわ。いや、なんか、そう、初期の頃から、なんかその、出現キャラみたいな感じで、思われてたから、いや、まあ、そう、実際そうなんだけど、なんか、そういうので、なんか、結構、気運に湧いてたから、当時からね、そう。うん。なんか、あまり言いすぎると、みたいな人が湧いてたから、なんか、まあ、っていうとこよね。アグロ出現も懐かしい。今も出現アグロだよ。そうかな。おかしいな。そんなつもりはないんだけどな。あれれ。なんか、トコちゃんが、誰だっけな。トコちゃんが誰に言ってたんだっけな、忘れたけど、なんか、ギバラは本当にただクソガキなだけなんです、みたいな。ただガキなだけなんです、みたいな。ただガキなだけで悪い子じゃないんです、みたいな。ただ本当にガキなだけで、みたいな。ただ本当に子供なだけで、本当悪気とかないし、みたいな。うん、そう。って言われてるらしくて、そうそうそう。うん。保護者目線なんだよね。イレイも、三枝とかもすごい私の保護者目線。てか、基本的に、私と仲いい人は結構保護者目線の方が多いんだけど、それこそ、メイちゃんだけが唯一違うなって感じがするわ。メイちゃんだけはマジで唯一私保護者枠じゃないと、あの子はやっていけないなって思う。だから、よくみんなにもね、メンバー配信だったりとか、なんか、なんだろう、いろいろやったりしてるときに、なんかめちゃめちゃ、こう、自由にやってたりする、まあ、結構な自由人だから、基本的には甘える側の立場なんだけど、あ、メイちゃんはね、本当になんか、うん、抜けすぎてて、心配になるよね、そう。本当に。うん。そう、メイちゃんは、なんか私がしっかりしないとなってなる。そう。なんか天然にはね、勝てないよね。本当に、そう。うん。シーシーは、ゆいかちゃんはね、ゆいかちゃんまだちょっと違うな。別に、なんかほっとけないことはないけど、何か一緒にするってなった時はこっちが多分仕切らないとダメなんだろうなっていう。っていう感じかな。そう。まあでも、なんだろう。こう、何よりももうね、皆さんにこう大変お世話になっておりますねっていう形ですわ。ほんと。2時間か。話しちゃった。いっぱい話しちゃったね。いや、いっぱい話してはないわ。ほとんど遊んでただけだった。久々にグラセフやれて楽しかったな。ディズニーシー最高イエーイ
ったね。楽しかった ね, ったったね。そう、また来よう。次はランドね。ランドね。イエーイ、イエーイ。カードといえばそうだなあ、エラ。何？カードだってよ。カードといえば。まあ最近本当に適当にぶっこんでくれじゃん。そういえば新しいの。あれ、ウィクロスのこと。ウィクロスという。おう、そう、ウィクロスに私参加するけど。うん、何？すごいぜ。すごいな。あのウィクロスに。あのウィクロスに。私ウィクロス大好きなんだよな。そう、奇遇ですね。私も実は大好きなんだよな。好きでして。好きすぎて、あの刻んでご飯にかけて食べるもん。嫌いでしょそれ。それはウィクロス嫌いですよ多分。すぎるだろ。美味しいぜ。じゃあプレイするか競馬を。おとぎ花選ぼう。逆上がりチャレンジ。いきまーす。逆上がりってどうやってやるの？皆さん、今日はどうもありがとうございました。一番思い入れのある配信というのはどういう配信でしょうか？特にないです。何ですか？20万人の立ち会い配信に登場した VTuber のおとぎ原エラさん、どんな思いで20万人目指されていたのかだけちょっと教えてもらってもいいですか？別に。ダンボールがいっぱい。あー、ダンボールドラム。わー、ダンボール見て、こっちの玄関の方にもいっぱい。あー、すごい。これまだ中に入ってる。すごい、いっぱい。わー、わーい。すごい楽しみにしてくれてたのに、すごい最後まで見せれなくって、すごいなんか自分の努力とかそういうのじゃなくて単純にみんなにすごい申し訳なくて、なんて言っても顔がね可愛いんですよ、ほら。こっちか。なんてかわいい。はい。おい、みんな聞いてくれ。今日帰り道でお店でマック買ってくれた。やばくない？マジで天才かもしれん。いや、めっちゃドキドキした。ご褒美にマックフルーリーも買った。いやー頑張ったな。じゃあ、あのさ、一つ言わせてほしいんやけど、マジであのコロナ対策のなんかあのシートみたいなやつ、あれのせいでコミションマジでめっちゃ苦労してると思うよ。わからん？わかる？なんか小声で喋ると聞こえんくて聞き返されるやん。いや、もうしかもそれで外国人の店員さんだった時のマジで最悪な組み合わせ、本当に申し訳ない、申し訳ないんですけど、私が声小さいのが悪いんですけどね。はい、うん、よいしょ。そっくり、座って。一緒やん、完全に。
そう、あのスパチャ、まあこれも後々話す話になってくるか。じゃあの出費がやばいと思うんですよ最近私のオタクは。あのすごいね、みんながそうやって応援してくれるから、あのいろんなところにね、ありがたいことにお呼ばれされることとか、まあまあ、メジャーデビューもね、こちら、あ、そう、告知もさらっと出しちゃうけど、これね、よいしょ、そう、プチフルールのその CD かかもしれんぞ。そう、でもね、なんかこの間配信でもちらっと話したんだけど、その歌い手のね、ソラルさんとかね、まあ、これはね嬉しいから武勇伝として語り継ぐと思うけど、とかなんか他にもね、そういうなんか昔自分がその見てたっていうか、見てたりとか、まあ、好きだった界隈の方とか、まあ、そのゲーム実況者さんとか、なんかまあ他にもいろんな方がね、なんていうかこうなんか私の存在を知っているっていうのがなんかね嬉しいよね。怖いけど、ゼップ札幌2週間後、あ、そう、ゼップ札幌に出ます。なんか画像あったかな、告知の画像どっかにあったかな、わからんわ。ダウンロードないわ。あった、はい、あ、でかよ、いしょ、これです、これ、シャウトインザレインボーの、よいしょ、札幌公演にね、俺、札幌に出ます。もう2週間後が迫っております。そうね、みんな私のね、ファンさ、みんな喜んでくれたみたいでよかったです。頑張った甲斐がありました。今回はうまくいってよかったです。50万人いつやったか忘れたけど、50万人だ、行きました。ありがとうございます、ありがとうございます、どうもどうも。というわけで、ほとんど50万達成の話してなくてさ、だって50万になったからって話すことなくない、別に。え、なんかある？50万だからってなんか話すことないやんね、別に。その振り返りも特にすることないからな。なんかある？メソ、おめでとうくらいしかないやんね。実は私さ、まあ新年だからおみくじ引いたんよ。おみくじ、初詣っていうわけじゃないけど、おみくじ引いたんよね。見て、はい、というわけで、いや、まさか本当に今日出るとかあるんやって思いました。ちなみに詳細の中のなんか恋愛みたいなところに、ちょっと待ってな、交際ってところに、利益ばかりを考えてはならぬって書いてありました。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。それではバイバーイ。残念ながら結婚報告できなかったな、最後まで。結婚報告できなかったな。いやー、見つかんなかったなー、おじさま。